ローマでのプレーは、とにかくいろんな選手が若手発掘で見つけ、最終的にはポリシード買いし、チームカラーを発動させ、総合力を大きくしていったという結末でした。このデータは取っておいて、個人的には J リーグの実在するクラブの中で、ポリシーもある程度近しい選手を集めて、チームカラーも違うもの、なるべく選手たちに合うもので発動させる。それを目標にプレイしていきます。動画のタイトルに書いてある通り、強くてニューゲーム、ということで、監督の能力を引き継いで、1年目からプレイしていきます。参加するリーグは J リーグ、個人的に唯一、精神的に切っても切れないクラブ、ベガルタ仙台でのプレーを始めます。資金は10億近く、公約は J1 で3位以内、解雇条件は J2 降格。うまく補強できればやっていけるでしょう。ベガルタ仙台のメンバー、2013年頃ということは、J1 で優勝争いをしていて、輝いていた時代ですね。このゲームではわからないですが、J2 降格はありえないレベルだと思います。ある程度戦力になる人を選び、あとは監督のスキルをフルに活かして補強するつもりなので、お金をなるべく残しつつ、確保しようという人選です。1億近い年俸の選手はちょっと厳しいかな、それだけ優秀なんでしょうが、そのお金で代表クラスの選手を取れると思っているので、柱になるくらいの選手は自由契約にします。戦力になる程度の選手を11人選びました。ギリギリですので、この後大事な補強をしていきます。スキルを使って移籍金を0円にしたり、年俸を一気に下げたりできるはずです。次はコーチ、個人的に。すでにポリシーをどこに定めようかというのは決まっていますが、今はお金がないので無料の人を選びます。スカウトは日本に強い人を選びました。若手発掘もしたいですけど、お金がないので、見つけても取れないでしょう。1億、高くても数億程度で取れる若手、そんな選手を見つけてもらえれば文句なしです。ということで有力ユースの探索能力がある、プロレスラーの蝶野にちょっと似てる人を選びます。ということで、明確なチームを作るシリーズ、スタートです。スポンサー契約は、5億に満たない金額でした。序盤は少ないですが、問題はないでしょう。初見プレイの頃とはもう違いますからね。プロモーションプランは、オールマイティの一番低いものを選択、あまりお金をかけないものにしています。事務作業は終了、スタートです。キャンプがあって、しばらく開幕まで時間がある。しかも11人しかいないし、ポジションに合った選手がいないわけですから、とにかく補強をしていかねば、J2 に落ちてしまいます。練習も大事でしょうが、それどころではありません。この引き継いだ監督スタイルをフルに使っていきましょう。どんな選手を取っていくべきなのか、これがちょっと迷いました。若手、即戦力、未所属からなのか、ユースからなのか、他クラブからなのか。ざーっといろんな選手がいる他クラブのリストを眺めながら、移籍金がかからない交渉ができる選手なら、ここがいいなと思ったり。とはいえ、30後半に差し掛かろうかという選手はさすがに取るのはしんどい。成長タイプにもよるけど、いろいろ見ていかねばなりません。
さすがにお金もない今の段階から、ポリシーがどう、とかは思っていないので。代表レベルの選手で、多少能力をキープできそうな人に目をつけます。まずはプーリオ、彼から交渉をしてみました。能力よし、長期安定型みたいなので、33歳まではピーク、取れればいい補強になります。そのプーリオ、若干のウィークポイント、値下げできるものもあるという良い展開ですが、移籍金4億近いところからのスタート。しかし、ベテランなので、ウィークポイントは結構ある様子。そして3回目の交渉は、効果抜群なので、びっくりマークのついた弱いところを突き、移籍金は0で成功。さすが強くてニューゲームです。そして年俸交渉へ、こちらもどれだけ安くできるか、大きなウィークポイントが2つあれば、最低年俸まで下げられますが、国内では最高レベルの選手なので、年俸は1億2000万近くからのスタートでした。かなり弱いウィークポイントがあればよかったんですが、残念ながらプーリオにはなく、9000万近く年俸を払う交渉で落ち着きます。この要領で、プーリオの他に、中村健吾も獲得。移籍金がかからないことを前提に補強を進めました。2月には、キャンプに1度行かせます。2回行かせてもよかったんですけどね、ちょっとケチっちゃいました。この2人の加入により、グラフは大きくなりました。しかしまだまだ足りないです。2月ももちろん補強、まずは未所属選手の平山、とりあえず保険として交渉し、5年契約、最低年俸で獲得します。次は、リスボン FC 所属のセルビア人、ネマナマテッチに目をつけます。6億近い移籍金なので、取れないかと思いましたが、2つ大きなウィークポイントがあったので、移籍金は発生せず済みました。年俸交渉は、4年、年俸1億1000万ほどからのスタートですが、ウィークポイントは一つあり、ギリギリを突こうと頑張ります。しかし、すべて満たせず、オプションがついてしまいますが、リーグ優勝1000万だったので、問題なしと判断し、獲得に至りました。さらには、ユース、5人中4人をトップ昇格させます。転生していた、角田誠、それと高野、この2人は有力な新人です。最終的に両方とも、目指しているポリシーの位置ではなかったので、数年後の戦力として即昇格です。そしてキャンプから期間、まだまだ補強せねばならないでしょうが、開幕が近くなってきていました。戦力増強は間に合うのでしょうか。今回はここで終了します。次回も片っ端から声をかけていきます。目指すポリシーのお話もしていけるかな。ご視聴ありがとうございました。